1992年の広島東洋カープでは、1992年の広島東洋カープの動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、山本幸二監督の4年目のシーズンである。前年5年ぶりの優勝を果たし、部位にへの期待がかかるチームは4月を勝ち越して、開幕ダッシュに成功。5月は五部の成績だったが、前年4位の巨人の再開独走に助けられ、 A クラスを維持。このまま夏場以降も勝ち進んでヤクルトとのマッチレースかと思われたが、6月に大きく負け越すと、最下位だった巨人の復活もあって一気に B クラスに転落し、最後は勝ち越しながらも10年ぶりの B クラスで全日程を終了。投手陣では新人の年から先発、抑えとしてフル回転した笹岡新人が成績を落としたものの、 この年に100勝を達成した北別府学ブや守護神王の豊か、左腕の川口和久などベテラン陣が奮闘した。打撃陣では新外国人のマーキブラウンが5月以降成績を落としたものの発するプレーでチームに貢献した。核弾頭の野村健二郎や前田智則、さらに5月以降レギュラー入りした江藤聡もまずまずの成績を上げ、 また2番手保守の西山秀次が、立川光雄の衰えもあって、出場機会を増やすなど、若手が台頭した1年でもあった。シーズン終了後5度のリーグ優勝と3度の日本一に、貢献した、正保守の立川光雄がこの年限りで引退し、15年間の現役生活にピリオドを打った。ありがとうございます。